夜回り。よーみんなー今回から、このホラーアドベンチャーゲーム、夜回りをやってくぜーいやー、久々だなー完全初見でさ、シリーズもの実況するっていうのが、超楽しみなんだけど、早速やっていきます。皆さん、よろしくお願いします。はじめカラット。<noise> ちなみにダイヤモンドの質量単位は、カラット。なんつってね、こういうのいらないよね。トンネル なんかね、雰囲気はなんとなく分かるんだけど、中身、あ犬と女あこれが主人公と相棒みたいな感じかな。ポロいや、やっぱり戻ろうこれさ <laughs>、これさ、女の子がポロで、今喋ってんのが犬っていう、絶対にないか。それは絶対にないか。いや、分かんねえな。犬がしゃべってるパターンもありえんな。行くよ、ポロ。 ごめん、100%なかったわ。女の子は、女の子の名前わかんないな。<ッ>あ、なんかいいね。あ、始まるあ動ける、動ける、動ける、動けるやばいこのコンビいいなぁ。女の子と犬って。しか、も、ポロなんか可愛いなぁ。パラ、パラ、パラ行くよ、パラ。<laughs> 恋空のガッキーみたいな感じ。ひらー、ひらーって感じ。これ伝わんねえか。RB を押しながら移動で走ります。RB ってなんだ あ、これかあーなるほど下が体力ゲージみたいな感じね。なるほどね。ポロ行くよポロおいでポロポロ <laughs> 違う遊び方してる気がする。これ女の子走り方下手くそに見えんな今。真横斜め走り後ろだったり。なんだお気にしろポロと女の子もっと気にしろ今のなんだ今のもポロかあ、なんでこの…なんか音が出てる。あ、いい。あ、なんか なんかこの音いいなぁ。夏を感じれますなぁ、みんなの衆。いいねぇ、ポロおいで。夏だよ。ポロ夏だよ。LB を押しながら移動で平行移動します。LB これか。おぉんおぉはいはいこれ、これどこで使うんだろ <laughs> あぁバックもできるのこれ後ろも。なるほどムーンウォーク !MJ じゃん !MJ! マイケル・ジャクソンじゃんすごポロは全然 MJ の動きしない。これいくよ。ポロ。ポロいで。 あれこれこちょっと待ってポロ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 , <laughs> ポローキスしてるよポロおおなんだこの動きはあまり見たくない動きを俺はみんなに見せつけてる気がすんな <laughs> おなに視界内にアクション可能なものがあると頭上にハテナが表示されますほうハテナが表示されるこれかアクション対象に近づくとハテナはびっくりマークに変わります え、びっくりが表示されてる間は A でアクションを行います。おこれか、あ、小石を拾った。いるかいらないだろう。いい小石だったのかな。カズマか、お前、おじゃる丸の。え、アクションする対象により起きる対象変わります。いろいろなものに、あっそういうことね、これチュートリアルな感じか。いろんなものを拾えたりなんか使ったりできるってことなのかな。Y で使う相手も選択できます。うーんと、Y が分からん。これか。俺さ、プレステのコントローラーで言ってるから、Y がないんだよね。 えー、A, Y, X, B いずれかきっとこれどこかは使えるんだろうなえー、X でアイテムを使用しますこれかあ、なるほどねなんかえっえ、嘘嘘ボロン したポロ、黄昏？何これ全然かっこ,こか,かける声言葉がないし動揺してる俺がおいなんだそのリードのリードをブラブラしたまま帰ってくるなお前おかえりあれこれ誰お母さんポロはどうしたのちょっと待って <laughs>。 これさ、2年前ぐらいに出たゲームなんだけどさ、俺いつかやりたいなって思って、本当に一切の情報をシャットアウトしてきたの。で、2年越しにやっとできると思って、可愛がっていたポロが即死した。ポロ即死したぞ。なんだ俺のこのショックの出かさ、あんなに長い間一緒に旅してきてきたポロが即死したぞ。3分ぐらいは一緒にいたポロが。ポロはうん。逃げちゃったの。 いや違うんだよ。ポロン死んじゃったのもう、涙、ポロポロ。<laughs> ポロだけに涙、ポロポロなんつってる。ほんとにごめんなさい。ほんとにごめんなさい。皆さん、ほんとにごめんなさい。ただ、こういうことを、こういう場面で言っちゃう自分がとても好き。ただね。 私探しあこれお姉ちゃんみたいな感じかな制服着てんなよく見ると俺ね思うんだけどねポロ死んでねえんじゃねえかなって思うんだけど <laughs> とてつもない血の量がビシャって出てたけど死んでねえんじゃねえかな下に落ちちゃったみたいな落ちたけど死んでないみたいな感じの流れ星銀龍いう力みたいな感じのさお家で待ってて必ず連れて帰ってくるからあうんやだってあるえ必ず連れて帰ってくるからって姉号 姉貴お前死ぬやつだぞそれいなくなる死ぬか行方不明になるやつだぞ姉子やだ大丈夫。私一人でも見つけられるから。一人よりは二人の方がよくないあ、もう選択肢の意味なんか、リードが悲しいな。うわ、え、くらあ、ずっとここで待ってんの お前も…これフォ,フォントが怖えよなんこのさクーピークーピーっていうかクレヨンで書いたようなフォントが怖えよお姉ちゃん遅いな探しに行こういやお前勇気とてつもない勇気急に出すなよ子供だろ家で待っとけてかお母さんとお父さんはいないのこれ後々そういうのが分かってくるってことなのかなここ掘ることができそう にはスコップがいる。砂場にないかなあっなるほどねこういうのも使っていけるってことでなんかアイテムとかがあったりするのかな犬の犬用のおうだ今中にポロはいないうん悲しいポロがボロボロになっちゃった涙ポロポロポロ <laughs> 最低最低だわ走れんのかあ走れるあーうわどっちに行けばいいんだろう とりあえず、出て右の方に行こう。あの、この女の子視点で言う右ね。クラピカ理論に俺は全て従うように生きているから。あ、自販機。おおラッキー !10 円みっけーでも今って11円なんだよね。確かなんか、うまい棒とか買おうとしても。犬の鳴き声による騒音被害が多発しております。ペットは飼い主が責任を持ってししましょう。おいこんなところに貼ってるってことはてめえポロのこと言ってんのかポロはそんなやつじゃねえ。ポロを舐めるな。 俺はポロのことあんまり知らないけど。あ、これ家とかは別に入れるわけじゃないんだね。あ、なんか出てきそうじゃないここから先は行けないみたい。この子何歳なんだろうなんかウサギのさ、カバンみたいなの背中に背負ってるけどさ、これイライラした時叩くとかネネちゃんみたいな感じなことしないよね。止まれ。走ってこう。マップがわからんから走ってこう。あ、なんだ今なんかいたなんかいたエンダーマンみたいなスレンダーマンみたいなやつなんかいた そして今俺の口からとてつもない唾が飛んだ。汚。なんかいたな、今。人がいねえ <laughs>。おい、人っ子一人いねってどうなってんだ、この街は。とりあえず走るぞ、俺は。まっすぐ。なんだ、なんだなにこいつだえ、なにこいつあ、今いたやつじゃん<え>おーっとーなんだい、君はなになになにあ、あ、やばいあ、全然走れないなるほどね、追われてる時は、この体力ゲージみたいなのが減るのが早いんだ そういういことなんだ多分そうだ多分そうだ逃げたかあっ心臓がバクバク言ってる間は近くにいるみたいな感じか察する能力が早すぎるこっちはいけないで行き止まりの方はえっ何えっゲーム止まったよおいおーい 本当に怖いやつやめてくれおーいおい <laughs> よし戻ってきたかチクショウはまさかだぜここにゲームが止まってやり直すためになるとはポロの死を2回見ることになったわもうすげえ今悲しかったぞ俺でこっから進んでいけばいいんだねもう止まることはねえだろうこれさどこに行けとかっていう指示が別に出てるわけじゃないんだよねなんか使える10円10円は使わなくていい あ、なんか、あ、あるじゃん。空き地、プール、おうち、公園、踏切。うわ、でもわかりづれ、マップ。ま、小学生なのかなこの子。幼稚園児なのかなわかんないけど、この子なりには頑張って書いてんな。私って。頑張って書いてはいるな。行き止まり。戻ってきたな。あ、わかったこっちからじゃなくて、もう一個ルートがあったよな。出て。女の子視点からじゃなくて、俺視点からの右ルート。俺視点からのクラピカ。 行けねねじゃねえかここがさっきあいつと出会ったところだよなあっここのこっちかこっち行けるようになってる行けるようになってる石にあなんか危ない危ないゾメーなんの夢夢夢 <laughs> 夢システムを使えてる <laughs> 回ろう回ろう危ないあいつ走ってくんのか走ってくんのか やべやべやべ,やべ追いつかれる、追いつかれる、追いつかれる。あ、でもあいつちょっと遅いか、橋。ちょっとこうやって。ちょっと連打で行こう、連打でいこう。あ、これいいぞ、これいいぞ。この <laughs>、この卑怯な走り作戦に行こう。いぞいぞ、いぞいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。とりあえずいなくなったっぽいな。いやー、ちょっと右気になんな。行き止まりか、ちょっとこっちから見ていくか。やばい、俺が初めてクラピカに反した日だ。あ広いねー。でもいいねなんか、行かないところはこうやってさ、行き止まりのものがちゃんと置いてあるから分かりやすいね。ゆっくり行こう。 あいつがまたどこに現れるかわかんないからな。なんか隠れれるゾーンとか。あこれも怪しいぞ。なにいや、お <laughs> 女の子ねえ。せめて裏に回った方が隠れれると思うよ。それも表に隠れちゃってるからね。表裏 <laughs> 裏にうに。あ、そう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 。それそれ。なんかチョッパーみたいな隠れ方になっちゃってたからね、さっき。このガイモンみたいな頭に。なんだこのガイモンみたいな頭これ隠れポイントなのかな とりあえず、あこっちだね。いいね。場所がわかるね。走ってくか。あなんか絶対ここだな。絶対ストーリー進みそうだな。なんだなんだ。あっな、んお姉ちゃんか、これ。あよかったもう。もう急に新キャラ来たら俺、何とも言え、何にも反応取れなかったわ。びっくりした。私を探しに来たのうん。 こっちに来てお優しいなんかいいお姉ちゃん優しそうだなしかもガイモンの隠れるガイモンがあるなちゃんとガイモンの頭があるこの草むらに隠れてて目をつぶって何があっても目を開けちゃダメ何があってもよ分かった嫌な <laughs>、ね、予感しかしないんだけどシンプルに嫌な、ね、予感しかしねえんだけど「うん」しかできねえんだよ な、なに何の音お姉ちゃん何の音なんか引っ越し準備みたいな音したけど何今のガサゴソ…えな何うわえ怖えこれさ A 押した瞬間お姉ちゃん死んでるとかないよねさすがにないよねで誰…え,えなに何何何何この赤いの誰もいねえしあなんだ <laughs> 全部 <laughs> 全部が全部 <laughs> リアクションを取ってしまうあの土もなんだお姉ちゃんええ,え違うよねあびっくりしたこの土の中に埋まってるとかさすがにそんな残虐的行為はしねえかお姉ちゃん先にお家に帰ったのかないや能天気かお前はなわけないだろだとしたら意地悪すぎるぞあの女 おうちに帰ってみようスタートで地図を見ることができますはいおうちにさなんかオプションあこれ普通のなんかおうちに一気にさピューンっていける機能とかあればいいのにはあこれはここ掘ることができそう掘るにはスコップがいるあでもこれ関係ないないよでもお姉ちゃん多分先帰ったでもさ先に帰ることなくないなに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 え これ、懐中電灯を拾った<ー>お姉ちゃんのかなライトをつけてみよう怖い中でもチュートリアルを入れてくる親切さおつみ やばいやばいやばいってやばいっていいってやばいっててあれはさすがに気持ち悪すぎるって久しぶりにびっくりしたなんか久しぶりにキモいの見たわはてなまあお前かよもうお前いいってあここに隠れるんだわかった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 ,かったガイモンの頭ガイモンの頭ガイモンの頭そうそうそうガイモンの頭そう大丈夫だ大丈夫これ逃げ切れる逃げ切れるうわこのゲーム面白いな 死ぬ可能性もあるし、逃げれる可能性もあるし、で、うまく使っていく感じで。で、死んじゃったとしても、あ、これ、来てるよ。来てるよ。死んじゃったとしても、すぐなんか、近くのところでさ、夢だったパターンにしてくれるもんね。あ、今、フュージョンしてんな。あの、スレンダーマンと気持ち悪いやつが。いや、俺にあの、雲みたいな気持ち悪いやつ、俺にあの、ウォッツビーっていうリアクションを取らせたから、相当のサンダードラゴンだよ。なかなか強いよ。これ、なるほどね。ちょっとじゃあ、こいつ、今、近くにいるから、 あ、いなくなったか。いる。こいつでも足遅いんじゃなかったっけ走れ走れいいよそう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 ,そういるなんかいるなんかいるなんかいるとりあえずいいよお、オッケーなオッケーな逃げ切ったなんかいるまだいるこれ、果てな果てな果ている,いる気持ち悪いアーマゲモンみたいデジモンアドベンチャーのアーマゲモンの気持ち悪いバージョンああ、気づかなかったよ 戻ってきたぜ。よし、あいつより、ここだな、間を。いいぞ。あとは小走りしろ、小走りしろ、小走りしろ、小走りし,し,しろ、ずる小走りしろ。よしよしよし、超えた。難関を越えた。心臓破りのさ坂を越えたわ。これでオールスター1位取れるな。リディア・シモンになれるぜ。で、なにこれはこれは何い ?10 円。これいないかなんじゃこりゃ。なんだなんだこれもなんかさ、あるの どっちを手に行ってんのもう10円の方が俺目いっちゃったよ。お地蔵さんだ。傘渡すかそのリボン。いた。指がなんなかった。今いた。なんか悪いな,なり方した。いた。なるほどね。これは10円集めといた方がいいってことね。親切。うん。おー中間セーブ中間中間普通のセーブが欲しいぞ、俺は。 また何かいるってことかこれどっから来たっけ俺こっちで合ってるっけ走ってこういるか何かいるのかはいるのか危ないぞ気をつける何かハテナが出てる気をつける俺がう、後ろからサポートしてやる俺が天の声となってサポートしてやるから大丈夫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 だ大丈夫人ちょっと待ってこれ場所どこだろう 私公園ああ左下の方に行けばいいのねなるせなるせこっちから行こうよしあとちょっとで家に着くこんな女の子一人で夜歩かせることがありますか普通うわ何これ気持ち悪いこんなありえないでしょまたお前かよお前しつこいなもう嫌いって言ったじゃん彼氏彼氏私にはもう彼氏将来の男がいるの私には来ないでいいぞ天沢誠二君がいるのこっちから行こう <laughs> このこ何とも言えない小走りで稼いでこう。で走ってって走ってって10円玉ゲッツっていうかさっき10円玉1枚しかなかったのにまたここに10円玉あるってことはさ誰か来たってことだよねその大人と一緒に行動したいんだけどもういい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 それはいいってもう分かった分かった分かったこれもビビってんなあここも隠れれるんだねガイモンもハテナが出てるところ隠れれるのか お姉ちゃんお姉ちゃんお姉ちゃんがいないえ、なにその…なにその終わり方、こわおおするする実績のろっかこの女の子が絵描いてんのか セーブ完了しました。うわー <laughs> いやー楽しいゲームじゃねえかじゃあ今日はとりあえずここら辺で終わっとこうかな。あ、そうだせっかくならこの夏の怖い時期に合わせて私も一つ怖い話をして終わりましょう。俺ね、学生の頃にね、友達みんなと焼肉を食べに行ったんだよ。それで焼肉を食べに行ったら俺必ずライスを頼むんだけど、そのライスを頼んで、 ああ美味しい肉と一緒に食うと美味しいなと思っていっぱい食ってたのバクバク。でもねライスを食べてる途中でボリッっていう音がなんかしたの。ん<あ>なんかなんか今鳴ったなって思ってさ口からえって出してみたら人間の歯だったの。これね 今作った嘘の話。<music>